井春里の True the Nature。 皆さんこんばんは、自然派ラジオパーソナリティの前春里です。今日は8月31日金曜日、夜10時を回りまして To the Nature 始まりました。この番組は自然や環境をテーマに放送しております。今夜も皆さんと楽しく放送してまいりましょう。さて、以前の放送で樹木医、木のお医者さんのお話をしましたが、その後実際私がですね、樹木医の先生とお会いして取材することができたんですね。それでは今日はその模様をお送りしましょう。はい、それでは本日は NPO 法人東京樹木医プロジェクト理事長の箕俣哲夫さんにお話を伺いたいと思います。箕俣さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。樹木医っていうのはもう文字通り木のお医者様ということで、まあ、木々も私たちと同じように生き物であって、その木々が健やかに生命を育んでいくように、まあ、そのお手伝いをするようなお仕事だと思うんですけれども、樹木医っていうのはどのようなお仕事か教えてください。そうですね、まあ、樹木医って樹木のお医者さんって書いてあるんですけども、うん、実際のイメージとしては、あの樹木の専門家というふうに、うん、あの理解していただいた方がいいかと思います。うん、あの樹木医の仲間にはそれぞれそのいわゆる植木屋さんみたいな方もいらっしゃいますし、うん、それから造園業者として、うん、いろんな公園の工事をやってる人もいますし、うん、それから、樹木の診断なんかをしている、樹木医もいますし、うん、それから行政の中であの公園の維持管理をしているセクションの人で、うん、あの樹木医になられてる人もおりますんで、うん、いわゆる木に登って剪定をしたりとか治療をするっていうことをやってる人も当然いるんですけども、それ以外に、樹木の専門家という形でいろんな形で、樹木に携わってる人たちというふうに理解してもらえればいいのかなというふうに思ってます。なるほど、皆さんそれぞれこの専門で得意とする分野があるっていうことですよね。そうですね。箕俣さんの普段の活動はどのようなことをなさっているんでしょうか。はい、私たちあの東京樹木医プロジェクトという NPO なんですけども、主に千代田区での桜の樹勢調査ですとか、それから千代田区にあの桜サポーターという制度がありまして、その方たち向けの、桜教室の開催ですとか、それから、千代田区以外も国立ですとか、杉並ですとか、主には桜なんですけども、桜以外のいろんな樹木調査を NPO としてはやってます。いろいろな行政、まあ、区から講演会みたいなことを頼まれることも結構あります。はい、そう、先ほど千代田区というお話が出たんですけれども、もう千鳥ヶ淵といえば日本が誇るといいますか、有数の桜の名所で、私もね、桜の花見に今年も、伺ったんですけれども、その桜を一本ずつ調査するようなお仕事ですか。そうですね、あの区の方から依頼を受けてまして、毎年10月ぐらいにですね、千鳥ヶ淵の緑道とか千鳥ヶ淵公園、それから四ツ谷の土手、JR の四ツ谷から飯田橋のところにあるあの土手筋の桜については毎年一本一本、まあ、チェック表みたいのがありまして、それに基づいて診断をさせていただいてます。私たちはもう本当行ってわー綺麗って楽しんでるだけなんだけど、その、後には皆さんのその丁寧な観察っていうのがあるんですね。そうですね、あの、まあ、当然維持管理していくためにはそういうことが必要になってきますんで。最近なんかこう気になるような症状、桜さんはどうなんでしょう。千鳥ヶ淵だけじゃないんですけども、桜の造成病、はい、造成病ってね、増える生きる病気と書くんですね。造成病っていうとあれなんですけど、分かりやすく言うとコブ症状っていうことで、桜の枝にですね、俵型のコブがついてしまって、でそれがつくとですね、まあ、そのコブの部分から先のところがですね、次第に弱ってしまって、見てると3年ぐらい経っちゃうとなんか枯れ下がっちゃうっていうことができてます。まあ、その症状がですね、千鳥ヶ淵なんかでもかなり見られてますし、国立とか他の場所でもだいぶ広がってるんで、ちょっと大変気にはしてます。それは原因っていうのは分かってるんですか。細菌とですね、それからカビの仲間のいわゆる菌類による病気ですね。
例えば抗生物質を塗るとかそういうことはしないんでしょうか。薬剤はまだ開発されてなくて。あ、そうなんですか。防除するとすると、うん、コブがついてる枝をこまめに剪定して、うん、蔓延を広がることを防ぐということしかないんですけども、うん、実際にはなかなか予算的なこともあって、うん、なかなかそこまでの手入れをしていただけてないっていうのが実情なんですけども、うんうん、自然治癒みたいな形で自然に治るということはあるんですか。その枝自体が治るということは多分ないと思います。多分ないんですか。ないと思いますね。まあ、そこの枝が枯れちゃっても他の枝が伸びてくるっていう、うん、そういうことはあると思うんですけども、なるほど、うんうん、病気にかかった枝が治癒していくっていうことは、うん、なかなか少ないんじゃないかなというふうに思ってます。今の段階では見守って様子を見るような形になっていくんでしょうか。そうですね、まあ、実際上でいうとそういうことしかやれてないのが現状ですけど、うん、桜教室っていうなんかこう興味深いお教室があるみたいなんですけれども、うん、どんなことをなさってるんでしょうか。桜教室としてやってるのはですね、うん、今はソメイヨシノの花数調査というのを毎年、花が咲く開花の時期に合わせて行ってます、うん、それから、冬の手入れということで、うん、桜の根元に、竜の品を植えたりですとか、うん、桜の根元の土壌改良をするようなことを毎年12月にやっております。竜の品芸については、まあ、土壌改良というよりも、うん、まあ、人が桜の根元周りに人がなるべく立ち入らないようにっていう意味合いで竜の品を植えさせてもらってます。それから土壌改良自体は去年から試しにやってみたんですけども、うん、手製のオーガーで深さ50センチぐらいの穴を開けて、うん、でそこに土壌改良剤を入れた土を植え戻すっていうようなそんな作業は続けてます、うん、栄養を与えてあげるっていうことでしょうか。そうですね、栄養もそうですし、土自体がだいぶ固まってますん で、うん、で穴を掘ってでほぐしてやることによってそこに新しい根っこが伸びさせるっていうことを考えています。なんかこう酸素がこう行き届くような形ですかね。そうですね。桜の花数を数えるってなんか どうやってたくさん咲いてるような感じがするんですけれども、花数調査というのは桜のつぼみからですね、うん、3つとか4つとかっていう花が咲くんですよ。あ、そうですね、桜ってそうですよね。うん、梅とか桃なんかは、うん、1つのつぼみから1つの花しか咲かないんですけども、うん、桜は1つのつぼみから複数の花が咲かせてるんで、うん、その数を数えることに数えておおよその桜が元気か元気じゃないかっていうのが分かるというふうに言われています。で標準的な桜はだいたいそれが4個だっていうふうに言ってるんですけども、受精のいいやつは5個にも6個にもなって、うん、逆にあまり勢いのないやつはその数が3つとかそういうふうになってしまうんで、うん、その数でだいたい健康状態が分かるんですね。そうですね、ある程度のところは分かります、うん、まあ、それとその健康状態が分かるっていうこともそうですし、なかなか普通の人って桜を手に取ってじっくり観察するっていう日常の生活、まあ、生活の中で言うとあんまりないんで、そういう意味でもいい機会にはなってるんだと思ってます、はい、そうですね、まじまじ観察するってなかなかないですものね。下の方にたくさんあっても上の方に少なくなったりとかそういうこともあるんですか。あ、それは当然ありますね、多分、うん、桜の、まあ、樹木一般全部そうなんですけど、うん、下の方の枝の方が元気が良くて上の方の枝の方が元気がないっていうのは、うん、樹木の生育のためには水が必要なんですけども、うん、単純にビルに水をあげるに2階まであげるのと10階まであげるのと10階まであげるのは大変じゃないですか。大変です、大変です。それと同じで樹木の中でも、うん、まあ、地面に近いところの方の、うん、葉っぱの方が水が供給されやすくて、うん、高いところにある枝葉についてはなかなか水が十分にいかないっていうことがありますんで、うん、ですんで桜なんかでも弱ってくると、うん、葉っぱの大きさが樹幹の上の方がどんどん小さくなってくるっていう症状が見られます。はあ、うん、はあ、細かく観察するとそういうようなことが見られるんですね。はい、そうです。次回は竜のひげをこう植える活動が、まあ、12月頃あるっていうことですかね。そうですね。千代田区では
桜のマップを作ろうという試みがなんか計画されているとさっきお伺いしたんですけれども、はい、去年からですね、あの千代田区の桜サポーターの活動の一環として、うんうん、千代田区内にどんな桜があるかっていうのを マップ作りをしようとしています。千代田区全体では多くの種類の桜が植わっているというふうに伺ってびっくりしたんですけれども。そうですね、今年のまあ冬から春にかけていろいろ確認したんですけども、だいたい70種類ぐらいは、それくらいの種類の桜が千代田区内にはあると思います。そんなにですか。主にはあの皇居の東御苑のところに、うんうん、いろんな種類の桜が植えられているのと、うんうん、あと国会のですね、国会の前庭っていうのがですね、憲政記念会館っていうところがあるんですけども、うん、そこに前庭がありまして、うんうん、そこにですね、毎年あの記念植樹の形でいろんな種類の桜が植えられてるんで、うん、そういうのも合わせると全体で多分70種ぐらい区内には植えられてると思います。なんかそれを一つずつこう見ながらお散歩するのも素敵ですね。そうですね、ただ一つ一つというと咲き出してるのが10月ぐらいから年明けて4月ぐらいまでなんで、全部見ようとすると結構大変ですけどね10月桜もありますものね。はい、私先ほどあの伺って興味深かったのは緑色の桜の花ですかがあるというふうに伺って。そうですね、御意香という名前の花が緑の桜がその柳森神社の中に植えられてますね。え、ちょっと私もね、来年咲いたら行ってみたいと思います。いろいろ街の中気をつけてみるといろんな種類の桜が咲いてるんですね。そうですね、多分あの皆さんのお住まいのところでも実際よく見てみるといろんな桜がきっとあるはずなんですよね。うん、桜サポーターというのはどのようなお仕事をされてるんですか。まあ、お仕事というよりも、うん、桜サポーターの登録をして、うん、さっきの桜教室の話ですとか、マップを作るようなことに協力していただいてます。うん、それはどなたでもなれるんですか。区民ではなくても。そうですね、千代田区さんの、事務局がありますので、うん、そちらにご連絡していただいて、うん、で年会費が年間1000円のはずなんですけども、うん、それをお支払いいただければ、うん、どなたでもサポーターにはなれると思います、ね。はい、桜に興味ある方、活動に参加されてみたい方はぜひね、千代田区のホームページで、検索してみてくださいね。東京樹木医プロジェクトさんでは教育機関に伺って何かの活動なさっているというふうにお伺いしたんですけれども。はい、先ほどお話した桜教室の一環として、うん、はい、千代田区内の小学校で、今年の3月でいうと泉小学校と番町小学校で、はい、桜の花数調査というのをやらさせていただいてます。うん、小学生の反応っていかがですか。すごい食いつきますやっぱりあの興味深く見てくれますよね。本当にね、大人はなんかお花見でお酒飲みながらなんていうんじゃなくて、やっぱりこうじっくり観察していい教育になっていると思いますよね。そうですね、なんかあの小学校の思い出の一つとしてそういうことが、記憶に残っていていただけてるとすごくありがたいんですけどね。夏に桜の木をまじまじ見るってことは珍しいと思うんですけれども、その木を見ただけで、あ、これは桜だなっていうふうに分かるようになるといいなと思うんですけれども、しだれ桜がちょっと違うんですよね、あの木の肌が。あ、そうですね、しだれ桜は江戸彼岸系なんで、うん、桜の木の肌っていうと割とツルツルで根みたいのがところどころにあるっていう感じの、そうそう、あのイメージだと思うんですけど、横に個性が入ってるようなね、はいはい、でソメイヨシノですとか山桜なんかはそんな感じなんですけども、うん、しだれ桜は江戸彼岸系なん で、江戸彼岸系っていうのは割と縦にこうシワがついてるような感じなんで、それでちょっと違うんだと思うんです。そうなんですか、今日初めて知りました。難しいですね、でもそれが分かったらとっても面白いですね。そうですね、まあ、あとはあの葉っぱの形を覚えていただくと、うん、それで、うん、まあ、大体見分けがつくんだと思います。葉っぱの形も違うんですか。はい、水俣さんは桜再生プロジェクト、15年こう携わっていらっしゃったそうなんですけれども、今振り返ってみて15年で何かこう変化っていうか変わってきたようなところってありますか。
平成15年から、千代田区の桜の調査をやらさせていただいてるんですけども、最初の頃の印象というかイメージとしては、キノコ、幹とか根っこを腐らすキノコでベッコウタケとか、猿の腰掛けの類があるんですけども、そういう被害がどんどん広がっていくのかなというふうに思って、たんです、で、まあ、そういうベッコタケとか猿の腰掛けみたいなやつの被害も広がってることは広がってるんですけども、それで急激に木が倒れてしまうとかそういうことは あまりそれほど急激には広がってはいないんですけども、ここのところすごく気になってるのは、先ほど話にも出てた、枝の造成病という、枝のこぶ症状で、その症状が見られるようになったのは平成10年頃からなんですけども、その時あこんな病気があるんだなっていうんで初めて見てたような感じなんですけども、それが、徐々にというかかなり広がってまして、現在その千鳥ヶ淵の緑道の靖国通り側のところなんかですとかなり枯れ枝が出ている状態になってまして、その大きな原因の一つがこの枝のこぶ症状だというふうに思っています。で、こぶ症状自体は千代田区だけじゃなくてですね、国立ですとか、上野公園ですとか、いろんなところで出てきてまして、桜に対する病害虫というと、最近クビアカツヤカミキリというのがかなりマスコミで取り上げられてて、でそれも確かに木を実際に枯らしてしまうという相当強烈な害虫なんでその被害も当然大きいんですけども、それと合わせてですねこの枝の造成病こぶ症状に対しての広がりっていうのがですね非常に懸念されてる心配しているところです。これ以上広がらないといいですね。そうですね。でも、まあ、いわゆる菌による病気ですんで、ほっとくとどんどん広がってしまうっていうのが、現状だとは思います。でキノコもその木についてると良くないっていうので私なんかはもう全く何もわからないのであキノコだなんて言って写真撮って喜んで写真撮ってたんですけども良くないんですね。キノコが桜に入るのは。そうですね。キノコが生えてるっていうのは、まあ、木にとってはどっちみち、良くないことなんですけども、ベッコウタケとか、コフキタケっていうのは、特に生きてるところの、幹とか、根っこの材を腐らせてしまって、こういうやつが、広がってくると、倒木の危険性がどんどん高まってくるということがあります。深刻な状況を招くようなサインでもあるんですね。そうですね。桜で多分倒木の原因になっている原因の大半は実はベッコウタケなんですよね。そうなんですか。で、まあ道路際なんかにそういうベッコウタケで侵された樹木があるとですね、まあなんか大風ですとか台風の時なんかに倒れる危険があるんで、それを防ぐためには桜自体がその一見すると弱ってるわけでは枯れてるわけでもないし、毎年花は咲かせてくれてるような桜でも実はその根元周りですとか幹のところが腐っちゃってて、なんかの加減でいつ倒れてもおかしくないっていうことになってることが少なからずありますんで。そうなんですか。キノコも侮れないですね。そうですね。菌って怖いですね。確かに怖いといえば怖いですね。桜の並木道の道路に赤い点々点っていうのがあると、それは桜につく毛虫の糞だよっていうふうに聞いたんですけれども、なんかその桜につく毛虫みたいなのがあるんですか？それは多分モンクロシャチホコという毛虫ですね。で、9月から10月ぐらいの時にですね、桜の葉っぱをだいぶ食べて、でその毛虫が糞を落とすと、今おっしゃったみたいにその桜の木の下に赤いちっちゃい粒々が、落ちてるっていうのはよくあります。桜にあまり良くないんですか？確かに葉っぱを食い荒らしてしまいますんで、木にとってはあまり良くなくて、例えばその翌年の花つきが悪くなるとか、そういった被害はあると思うんですけども、モンクロシャチホコ自体は割と桜と共生的な関係にあるんで、それによって木の枝が枯れちゃうとかですね、木が枯れちゃうっていうようなことはほとんどないと思います。あと毛虫の話で言うと、昔はアメリカシロヒトリっていう、
毛虫がすごく多かったんですけども、うん、ここ20年ぐらいはもうほとんど見なくなっちゃいましたね。千代田区の桜の調査も長くやってますけども、千代田区内でもほとんど、アメリカ白一人っていう毛虫は見てないですね。時代によってもその病気とか害虫が変わっていくんですね。そうですね、なんか流行りっていうかアメリカ白一人自体は戦後外から入ってきた外来の害虫なんで、最終的に日本、東京の自然環境の中で、生きられなくて、多分鳥とかそういうのに食べられてしまってるというのが実態なんだと思います。樹木医の先生をやってらっしゃって、こう感じることはどんなことでしょうか？そうですね。いろんな形で、樹木の診断とか、観察とかさせていただいてるんですけども、都会の中で、桜もそうなんですけども、いろいろな樹木がですね、健全にこう、かっこよく生育していくっていうのは、なかなか大変なんだなっていうふうに、常々思ってます。で、一つは今年も大変夏が暑いですけども、気候の条件がだんだん年々厳しくなってるっていうのが一つと、それからもう一つは人のよく言われるのは、例えば落ち葉の問題ですとか、そういったことで、樹木の枝が切られてしまうとか、から建物を建て増しする関係で、木自体が切られちゃったりとか、それから、地上部じゃなくて根っこの部分が周りの建物を建てるときに切られてしまって、で、根っこが切られるとですね、すぐにその症状が出るわけじゃないんですよね。動物とか我々みたいなところが怪我をすると、痛々しくて大騒ぎになりますけども、木自体は特に何にも根っこが切られたからって言ってすぐにそれに対して何か反応するわけじゃないんですけども、やはりそうやって根を切られるとですね、5年とか10年経つうちにどんどんその木の勢いが悪くなっちゃってきて、あれ昔こんな木じゃなかったのになというのがまあまああることになります。それが残念なことに人間のエゴでそれ切られてしまうっていうのは本当残念なことなんですけれども、それでもその限られた環境で生き続けてほしいですよね。そうですね、樹木はそういう限られた環境、いじめられている環境の中でも一生懸命生きていますんで、できるだけそれをこう温かい目で見守ってほしいなというふうには思いますけど、そこに樹木医の先生方のその知恵と技術で生命がこうつながるような活動になっていってるんですね。そうですね、そういうことができれば大変嬉しいと思ってます。はい、今日は NPO 法人東京樹木医プロジェクトの理事長箕俣哲夫さんにお話を伺いました。箕俣さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。お聞きいただいた曲は深瀬大也さんのタコロスでした。樹木医の箕俣先生の話いかがでしたでしょうか？東京樹木医プロジェクトさんの活動は、千代田区が進める区の花桜再生事業への協力などが評価されて、千代田区のまちづくり功労の表彰を受けたこともあります。おめでとうございます。今日はですね、お便りが届いておりましてご紹介していきましょう。今日のお話にね、タイムリーなお便りで、木に関するお便りですね、吉野梅郷応援団長さんからお便り届きました。ありがとうございます。はるりさん、こんばんは。こんばんは。はるりさんが今年2月に放送した東京都青梅市の吉野梅郷のお話聞きました。2014年、梅の木が病気になりすべて伐採され、平成28年から再植樹が始まり、再生に向け頑張っています。というお話でした。放送後、東京都の小池知事が梅の公園を訪問しに来てくれて、梅が以前のように蘇ることを期待していますとコメントを残してくれました。小池知事もこの番組を聞いてるのでしょうか？どうなんでしょうね。はるりさんの声が小池知事に届いたのか、トゥーザネイチャーで吉野梅郷のことを取り上げてくださり嬉しく思いましたということです。どうもありがとうございます。私もね、元の梅林がね、戻るようにね、本当に願っております。なんかね、こう近隣の皆さんからも協力があるそうでね、本当にね、この活動がね、ずっとこう活
成化されて元の梅林になるといいですね。小池知事が聞いてるかどうか分かんないんですけどもね、私もねいつかね小池知事にお会いできたらいいですね。それでですね、今日ね放送した、東京樹木医プロジェクトのホームページをね見てましたら、伊豆大島のね大島桜のことがね記事に書いてありまして、なんと伊豆大島はねこの番組一番最初第1回目でね放送しましたよね。本当ご縁ありますよね。伊豆大島には樹齢800年と言われる大島桜のね古い木があるそうです。で大島桜っていうのもね、今度ねロケに行った時にちょっと撮影してみたいですね。また大島行ってみたいですね。なんかこうやってねこう一つ一つがつながっていくような感じがして、私もね番組やってて張り合いがあります。さてもうそろそろねお別れの時間がやってきました。この番組では皆様からのお便りを募集しております。マイハルリお便りで検索すると即お便り送信フォームが出てきますので、お便りね送ってくださいね。ということでご昭和の時間です。10時半からはあっぱれ晴れだよ晴れラジ、これからも川崎 FM を聞いてくださいね。それではいきますよ、来週も To the Nature、 来週も自然の中でお会いしましょう。